皆さんこんにちは、トミさんです。今回は僕が日帰りの雪山登山で持って行っているザクの中身をお見せしようと思ってます。それで普段は外付けしている山によって違う装備、アイゼンだとかスノーシュー、あとヘルメットだとかピッケルに関しては今回は割愛させていただきます。単純に普段持って行っているザクの中身には何が入っているんだろうというところでやっていきたいと思います。早速広げていきますね。ではまずこの前の方につけてあるものからいってきますね。ここにつけてあるのがドリンクホルダーですね。中には保温ボトルを入れてます。僕は猫舌派なんで、あまり熱いお湯は飲めないんで、ぬるめのお湯を入れていってます。とこちらにぶら下がっているのがプレートコンパスですね。紙地図と合わせて使ってますね。あとこちらがエマージェンシーホイッスルですね。熊だとか明け方まだ暗い時とかに山に入るとガサガサとかってよく音がしたりするんで、この笛を鳴らすことでこっちの存在を相手の動物に教えるためにも使ってますね。とこちらのポーチの中は行動食が入ってます。僕は行動食は夏でも冬でもラムネですね。ラムネをいろんな種類のものを入れてますね。まあ、ラムネであればそのすぐエネルギーになりますし、夏でも冬でも変わりなく、まあ、冬も凍らないん で食べやすいっていうのがあって、僕は行動食はラムネですね。それとあとその激しい運動が重なってきた時に疲れにくくするために、アミノバイタルプロも入れていってますね。もうこれは疲れる前に大体そうですね、急登に差し掛かる頃とかルートで、まあ、ここから多分疲れるだろうというような手前の大体30分から1時間ぐらい前に飲むようにしてます。それとこちらが温度計ですね。気温がやっぱ気になるので、これは持っていくようにしてます。あとこちらがぶら下がっているのがタッチペンですね。スマートフォンだとかカメラの操作をするときにこれを使って操作してます。よく手袋の指先とかにスマートフォン対応とかつってありますけど、あんまり効かないですね。雪山の中に入ると寒いと、まあ、これも実際はそんなに効かないこともあるんですよ。そういう時はこれはーっつってやってから操作するようにしてます。それとあと外についてのはこの紙地図ですね。この紙地図はまあめったに使わないんですけど、僕も我が A さんのものを使ってますね。本当はもっとちっちゃくコンパクトにしてザックの中に入れればいいんでしょうけど、僕はパッと取り出してバッと見たい人なので、こういった形で紙地図は袋に入れてみたりとか、マットケースなんかもちゃんとしたの使えばいいんでしょうけど、これはもう100均の A さんの袋で入れて持っていってますね。中にクリアファイルを入れることでぐしゃぐしゃになりにくいようにしてます。で、これを横にそのまま突き刺して歩いてますね。ではまずこちらですね。これ冬用のザックなので、アバランチツールっていうんでしょうか、その雪崩に対応できるようにそのスコップだとかそのプローブだとかを入れるスペースがあります。そこにはまあ、毎回毎回持っていくわけではないんですけど、まあ、ブラッチツールが入ってますね。プローブですね。これ3メーターのプローブです。スノーソー。スノーソーとして売られているものではないんですけども、軽くて使いやすいものなので、これは Amazon で買って使ってますね。あと、スコップですね。この簡単にパチパチと長さ調整ができるアルミの軽いやつですね。で、スコップは、ここが撫で方ではなくて、ある程度足がかかるように、ここが平らなものを選んだ方がいいですね。あと、こちら、結束バンド。長めのもので、ちょっと幅のあるものを使
ってます。これは、靴のソールの部分、靴底の部分ですね、が剥がれたりとかすることがあるので、そういった時にこれをバシッとはめるということですね。だから、できるだけ長めのもの、で、丈夫なものを選んだ方がいいですね。では、中身なんですけども、冬用のザックなので、背中側を開けるような仕組みになってますね。こっちが開くようなものを、冬用のザックとして選んだ方がいいですね。こちらのポケットには、財布が入ってます。で、遭難した時のために必ず保険証は持って歩くようにしましょう。で、続いて、こちらが、ラジオ代わりにソニーのウォークマンを入れてます。それと、ココヘリの送信機が入ってますね。遭難した時に見つけてもらいやすいように、ココヘリとかも入っておくと、安心して山に入れますね。と、こちら中身なんですけど、まあ、結構ごちゃごちゃと入っているんですが、一番取り出しやすいところに、防寒着ですね。これは汗で濡れても大丈夫なタイプの化繊でできた防寒着を入れてます。と続いて、こちら大きめのポケットがこのザックについてるんですけど、ここにはゴーグルですね。ゴーグルが、2つ入ってます。なんで2つ入ってるかっていうと、ゴーグルをすると場合によっては曇ることがあるんですね。で、一度曇っちゃうと、その曇った細かい水の粒が凍っちゃうんで、もう取れなくなっちゃうんですね。曇りが取れなくなっちゃうんです。なので、拭くものがない場合は、二つ用意した方がいいですし、まあ、拭くものもあった方がいいですね。と、こちら中身が、道迷い防止のためにピンクテープを一つ入れてます。それと、防寒手袋ですね。それと、インナーに使っている、グローブ、手袋ですね。で、万が一用のテムレスが入ってます。それと、ニトリルグローブですね。これも入ってますね。続いて、これは、座布団って言っていいのかな。これ、セリアで売ってたんですけど、これ夏も冬もすごい使います。岩の上に座るにしても、雪の上に座るにしても、まあ雪の上でしたらお尻が冷たくなることはありませんし、夏だったら岩の上に座ってもお尻が痛くなることはないですね。で、すごいコンパクトにしまうことができるんで、これはもう僕は夏でも冬でも毎回持っていってます。でも結構穴だらけになってるんですけど、まあ、ダメになっても同じものを買い直すと思います。で、続いて、コヘルですね。調理器具ですね。この中には、ここは、要はよくカップラーメンを食べることが多いんで、カップ麺を入れてますね。で、あと、調理用に保温ボトル。この中にお湯を沸かして入れたものを持って行っています。山頂になると、すごい寒い時っていうのは、山頂で食事をしようとは思わないんですよ。僕の場合でしたら撮影が終わったらもう一刻も早く降りたいんですよ。で、僕が山頂でご飯食べる時っていうのは基本的に天気のいい暖かい時なんで、お湯を持っていけばバーナーですぐ沸かすことができるんで、で一応非常食っていうんですかね、なんかあった時のためにこのお湯と、コーヒーと非常食ですよね。は必ず持っていくようにしてます。非常食もう一つあって、これはもう完全に僕の好みなんですけど、これメールかな。これ黒糖なんですよ。で、紫色してるじゃないですか。これね、ブルーベリー黒糖つって、すごく美味しいんですよ。本当おすすめです。もし、多分お土産屋さんとかに売ってることが多いんで、見かけたら、買ってみるといいと思います。とっても美味しいです。次が、これ調理器具ですね。中には、これカトラリーですね。食器類が入ってますね。
あ、ココアも入ってますね。あの、ココア、僕好きなんでココア持っててます。あと、スプーンとフォークが一体になってるやつと、こういうやつだと、カレーとかを食べると、色移りしそうで、なんかちょっともったいなくて、カレーなんかを食べるときは、この木のスプーンを使ったりします。あと割り箸とか、あとゴミ袋ですね。あとは、まあ、ナイフですね。ライターもありますね。ライターは、この、プシュッってやつですね。あとは、このメモ帳を簡単に入れているんですけど、お湯の量って、シェラカップとかだったら、まあ、メモリついてるんで分かりやすいんですけど、僕の場合コーヒー一つでやってるんで、忘れちゃわないように、ココアだったら何 cc、カップ麺だったら何 cc っていうのを測って、印を、大体の目処をつけて紙に書いて入れていってます。それと、こちら CB 缶ですね。よく寒いとこ行くんだったら OD 缶使った方がいいとかってね、よく言われますけど、まあそれはまあその通りだと思うんです。本当に寒い中、煮炊きをするとなると、どうしてもガスが冷たくなってくんで、ガス圧が下がって火が弱くなっちゃうってことがあるんで、そういう場合は OD 缶を使う方がいいと思います。だ僕はさっき言ったように、大体山頂とかで調理するときは温かい、火しかやらないんで、そういう時はもう CB 缶で全然対応できますね。で、できればやっぱりこういう風に、断熱するような素材でくるんでおくと、より安心ですよね。次はこちら。これは、シングルバーナーですね。外の ST310 だったかな。まあ、すごくメジャーなやつですね。だいたいマイナス5度ぐらいまで大丈夫とかって言われてますけど、あんまり僕さっき言ったようにその寒い中にやんないんで、問題なく使えてますね。で、本来この風防がついてないんですけど、よいしょ。これは100均のクッキーかなんかの型を抜くやつが、まあ、ぴったりはまるっていうんで、買ってきてつけてますね。次にこのアルコールタイプ除菌のウェイトティッシュ、食器とかを拭いたりするときに使います。あとこちらですね、風防ですね、風よけですね。これでバーナーの周りを囲って風に当たりにくいようにしますね。でも冬はそんな使わないですかね。掘ればいいだけなんで、そうすれば風当たらないんで、まあ、夏なんかは使うことですけど。と、次に、フェルトですね。二人用のフェルトだったと思います。と、こちら。ヘッテンスのヘッドライトだとか、予備の電池だとか、靴紐とかが入ってますね。まあ、ヘッドライトとか、靴紐ですね。で、あと、夏用のゲーターのかかとっていうか土踏まずに使う部品の予備が入ってますね。あとはもう乾電池ですね。そしてこれは、ファーストエイドキットですね。いろんなものが入ってます。これに関しては、他に動画も作って出してますので、よろしければそちらの方もご覧になってみてください。一応まあ念のためというところで、使い捨てカイロですね、を入れてます。これは、僕はもう、冬は必ずこのマグマを持っていきますね。おすすめの使い捨てカイロですね。撮影とかするのにカメラとかが冷えてしまうと、もう、起動しなくなっちゃったりするので、カメラを温める目的でも使っていますね。で、そして僕の場合はそのザックの他にサコッシュを一つ持って行っています。こちらですね。これはもうほとんどそのカメラ入れるためだけに使うような感じなんですけど、まあ、こんな感じでハードシェルの中に入れて体温で温めて機材が冷えにくいようにしてますね。で、スマートフォンなんかも胸ポケットなんかに入れて、冷めないように、冷えないようにしていますね。
で、まあこのサコシュの中には、さっき言ったように、その、カメラを入れたりするので、カメラが冷えにくいように、この使い捨て回路も入れてます。で、それとは別に、これはもう夏も冬も必需品かもしれないですけども、モバイルバッテリーですね。モバイルバッテリーとケーブルですね。これはもう、絶対に持っていった方がいいです。冬山なんかでは、最近ではもうスマートフォンでね、その GPS アプリを使って登られる方が多いと思うんですけど、どうしても冷えるとあっという間に電池がなくなっちゃうんですね。もうそうなった時にもう本当大変な思いすると思うんで、モバイルバッテリーはもう必ず持っていった方がいいと思います。あと、そうですね、忘れてました。ここに、常備薬だとか、絆創膏だとか、リップクリームなんかも入ってます。冬はもう唇すごい荒れるんで、リップクリームは持っていくといいですね。どうしても冬なんかは水を飲むのもサボりがちになっちゃったりするので、芍薬乾燥湯だとかも、手の届きやすい場所に入れてますね。まあ、こんな感じで僕の冬山の装備のパッキングでした。足りないものとかももしかしたらあるのかもしれないですけども、とりあえずは今こういった形でやっていってます。装備の内容に関しては経験が増えていけばどん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 アップデートしていくような形になっていくとは思うんで、そういった中で今のところはこういった形でやっています。ということで今回は、日帰りでの、雪山登山のザックの中身こんな感じだよというような内容でした。もし何かの役に立ったなとか、参考になったなと思っていただけましたら、チャンネル登録と、できれば高評価していただけますと大変嬉しいです。ではまた次の動画で。